政情を新たな帝に迎え、大和は再びの安寧を取り戻した。戦の後始末で謀殺されるそれがしをどこかへ連れ出そうとするウルールとサラーダ、クオンと共に導かれた先は聖廟の地下深くに広がる庭園であった。歌われる者二人の白愚、第19話。そうか、生きていたのか。